テレビでやり取り、モニターでやり取りできるとか相当拡大をするっていうところは多分次の診療報酬改定のところはかなりいけるんじゃないかと思うけど、これじゃダメってこと。医者の方のやつの 厚労省の公式見解はやってもいいけど後で必ず直接受診しろってやつなんです。これはね全部通達っていうか厚労省のやつでやってるんですけど、非常になんか法律が曖昧で一見認めてよう ような感じでいながら実はすごい最後必ず行かなきゃいけないと。でこれじゃあそのモニターの画面で見てるのと、本当にその人がその目の前にいて見てるのと何が違うのかっていうところを